はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ、気温31度、水温27度。今日も最高のダイビング日和になりました。そんな今日は小浜島入表野原エリアでダイビング。まずは小浜島の北にある海底遺跡でダイビング。今から約300年前の船の錨です。3メートル近い長さでとっても大きいです。このポイントは遺跡を見るのも面白いんですが、潮当たりがいいので大きな魚やグルクンなどの魚の群れも楽しむことができます。今日もたくさんのグルクンが集まっていました。この夢梅色や梅色もどきは体色がとっても綺麗なので、たくさん群れれば群れるほど見応えがあります。他にも今日はヒメアイゴの大群も見られました。普段はこんなにたくさん群れないのですが、繁殖期になるとこのような大きな群れを作ります。みんな一斉に泳ぎ出すのでめちゃくちゃ綺麗です。そして西表野原エリアではとっても元気なサンゴからの青ウミガメ。今日もたくさんの青ウミガメに出会いました。脅かさないようにゆっくりと近づけば、かなり近くで観察することもできます。とっても眠そうな顔してます。癒されますね。そして浅瀬の方に戻っていくと、何やら大群がうごめいています。何かというとシマハギという魚です。この魚も繁殖期になると大群を作ります。この時期の海は賑やかでとっても面白いですね。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。